ダスケール、これはそこにもポスターが、貼っていただいてますが、京都アニメーションさんの響けユーフォニアムというアニメの作品がありますが、それのオープニング主題曲が、サウンドスケープという曲です。で、本校はですね、ご縁がありまして、何年か前に、取材協力をさせていただいております。まあ、その関係でですね、まあ、今回非常に不幸な出来事が起こりましたので、ぜひまた再びですね、立ち上がってってですかね、再建をしていただきたいという強い思いがありまして、1曲目にこの曲で、京都アニメーションさんにエールを送りたいと思います。とても明るくて元気の出る曲ですので、どうぞ皆さんも一緒に応援しながら聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうでしょうか。少しはエールが遅れたでしょうか。ありがとうございます。実は私どもですね、この事件を聞いて、ご縁のある学校ということで、千羽鶴を部員たちが作って、お届けいたしました。それから、募金活動を今部内にしてまして、ある程度集まっておるんですが、もしも今日お見えの方ですね、京都アニメーションさん再建するのに莫大な費用がかかるというふうに聞いておりますので、もしもご支援いただける方がおられましたら、終演後ですね、厚かましくも募金箱を用意してきましたので、ぜひご協力をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと息切れをしています。2曲目続きましてですね、2曲目なんですが、バラットというウィンドオーケストラのためのバラットという曲で、バラットというのは歌という意味なんですが、副題ではないんですけれども、想像上のですね、架空の英雄の生涯みたいな内容の曲になります。戦いがあったり恋があったりで、最後にはその英雄が非業の死を遂げていく、こういうようなストーリーのある物語、曲なんですけども、とても壮大でですね、しかもかっこいい曲ということで、ぜひこれを皆さんにもお聴きいただきたいと思います。
ただきたいなということで用意しました。2曲目バラードです。よろしくお願いします。
休憩しております。一発芸、一発芸、あれ、はい、私が休憩してる間に一発芸が誰、この前はおもろかったな、この前、あれ誰やったっけ、ああ、じゃあそれ、皆さんどうもこんにちは。3年サックスパートの石浜ひなたです。あ、すいません、一発芸をさせていただきます。皆さんジュラシックパークってご存知ですか？ちょっとその世界に皆さんを連れ込みたいんですけど、ちょっと皆さんに協力 してほしいことがあって、目をつぶっていただいてジュラシックパークのジャングル感と恐竜感をちょっとイメージしてください。いけましたか？それではいきますね。ジュラシックパークです。以上です。今日やったやつのやつでしょうか。すいません、ちょっと疲れるとこうやって一発芸を上に刺さってます。すいません、今日の大山崎コンビやってみます。ありがとう、素晴らしいけど。素晴らしかったけど、いつ終わるか分かんないので聞きました。次の曲いきます。次の曲はですね、この、文化博物館に来させていただいた時、いつもさせていただきます土演歌エキスプレスという土演歌、演歌をたくさん集めた曲なんですけども、この曲の面白さは、いろんなソロが出てくると。あ、ちなみに何種類の楽器があるの、このバンドには。さあ皆さんクイズです。ここには何種類の楽器があるんでしょうか。いきますよ。1番10種類、2番20種類、3番100種類、4番1000種類。それはないか。はい、はい、いきますよ。はい、皆さん挙手お願いします。挙手の仕方ですが、はい、クイズの皆さん挙手というようにはっきりをお手はよろしくお願いいたします。はい、1番10種類パラパラ、2番20種類、3番100種類。すいません、100人もいませんのでそれはないかな。はい、じゃあはい、どうぞ。でかい声で1,2,3,4,5 やり直し。ダッシュ20でした。あ、嘘、忘れてた、ごめん。大変失礼いたしました。ついついこっちに取れました。21ですね、バカしてる。本当はバカしてると思ってたんですけどね。100種類くらいあるかな。あ、それはないです。先ほどのチューバでもですね、これベーバスといって、それからそっちはエスバスといって、ちょっと種類、ちょっとあっちの方が小さいんですね。それからトロンボーンでも同じように見えますが、
あれバストロといってちょっとでかいトロンボンですし、その隣は何だっけ、テナーバスといってちょっと小型なんですね。クラリネットもね、先ほどこれ、ベークラといってますし、それからこれはちょっとちっちゃなクラリネットですし、はい、エスクラ、そうそう、はい、それからあれアルトクラって言いますし、その後ろはバスクラっていって、いろんな種類があるんですね、同じクラリネットですね。はい、まあ、そんな感じで、20種類プラスパーカッションの皆さん、失礼しました。では、同演会結束です。いきます。Thank you.
佳境に入ってきました。クイズしましょうか。皆さんクイズやりますよ。よろしいですか。はい、当たれば豪華賞品が出るはず。イントロドントはスバル星の中からスバル星がある曲の一部を吹いて、それを聞いてお客様に何の曲かを当ててもらうというゲームです。で、今回は見事正解された方には京都文化博物館の方から豪華景品を参考もらっているので、ぜひ正解してください。で、このイントロドンをやる際にある儀式がございまして、皆さん右手の握り拳を一つ準備していただいて、それを耳の横にセットしてもらって、私がイントロというのでドンという掛け声とともに右斜め45度に上げていただいて、お願いします。一回スバルセお手本やってみましょうか。はい、スバルセドンの準備をいきますよ。スバルセイントロ。じゃあこんな感じで元気な感じでお客さんも一緒にやってみましょう。お客さん、喉の準備をいきますよ。お客さん、イントロ。暑いからですよ。え、皆さん、多分暑いからだと思うんで、暑さ、この暑さをぜひ声のエネルギーに変えていただいて、もう一回いきましょう。お客さん、喉の準備をいきますよ。お客さん、イントロ。お願いします。
めでとうございます。それでは次の曲で最後のイントロドンなんで、ぜひ皆さん正解していただいて、お願いします。じゃあすみません、ラストイントロドンやりたい人。ハッピーバースデー。では一曲といきたいんですが、スバルの吹奏楽部には部員のお誕生日には全員でお誕生日を祝うという習慣がありまして、実は本日この中にお誕生日のお友達がいます。部員がいます。入江ゆかちゃん、誕生日の方っておられますか？あ、うわ、すげえ。え、いっぱいいる。すみません、お名前を。手を挙げててください。すみません、お名前を。小田です。
お客さん踊ってくれないと一発芸してもらうので、全員ちゃんと踊ってくださいね。はい、では。はい。はい、それでは、ジャイフです。どうぞ。Thank you.
Thank you.
があるんですよ。ですね、いつも部活動の最後に、終わりの会をするんです。そこでみんなで歌って、終わってるんですけど、その曲を最後に皆さんと一緒に歌いたいと思います。まずさん、私たちはいつも部活動が終わるときにみんなで絵になって絆っていう、合唱曲を演奏歌っています。こうやってみんなで音楽を通じてこの場で出会えたっていうことの感謝の気持ちを忘れないために歌ってるんですけど、今日はここに来てくださったお客様への感謝の気持ちと込めて最後に絆をみんなで歌わせていただきます。